行ってらっしゃい。車に気をつけるんだぞ。ずっとウェイトトレーニングなんだ。そうなんですか。頑張ってくださいね、トレーニング。ありがとう。じゃあまだやることが残ってるから。全然ダメみたいね。なんとかならないのかしら。どうした？何かあったのか？ううん、なんかお兄ちゃんの顔が見たくなって。ほら、望月、演奏中にどこに行く？え、お兄ちゃん？バイオリンは一人じゃないんだ。別に構わないでしょう。演奏中だったんだ。邪魔してごめんなさい。またね、お兄ちゃん。気にしなくていいのに。そういうわけにはいかないでしょ。じゃあ後でね。スオ君がバイトしてる喫茶店って確かここよね。いらっしゃいませ。お一人様ですか？スオ君いますか？ここに来るように言われたんですけど。アツシの友達？おい、アツシ。なんだよ、うっせえな。スオ君、来ちゃったんだけど、平気だった？ああ、放送部、マジで来たのか。放送部じゃなくて、望月アンズ。はいはい、バイト先探してたんだっけ。どうよ、ジュン。どうよって、突然聞かれてもね。ここでバイトしたいの？そうなんです、お願いできませんか？アツシが辞めるならいいよ。おい、なんだそりゃ。自分で言うのもなんだけど、うちの店すごく混むわけじゃないし、二人もバイト雇えるほど余裕もないしね。ということだから諦めてくれ。悪いな。そんな。なんでそんなにここでバイトしたいの？もっとおしゃれで女子高生が好きそうな店が他にあるだろうに。アツシに気があるんだろう。違います。なんだそりゃ、勘弁してくれよ。そうだな、無報酬なら雇ってあげてもいいよ。気が向いた時に来て手伝ってくれればいい。代わりに店のものは何食べても飲んでもただ。これでどうだい？
やります。おいおい、本気かよ。そんなことして何のメリットがあるんだ。社会勉強かな。お前には聞いてない。この店のメリットだよ。目の保養？この子可愛いし。そういうわけだからよろしく。あ、名前なんだっけ。望月杏です。よろしくお願いします。僕は青木純也。一応ここの店長なんだ。暇があったら美味しいコーヒーの入れ方でも教えてあげるよ。本当ですか？楽しみだな。もうそんなに私が嫌なの？ああ、嫌だね。無駄なことは嫌いなんだよ、俺は。むっかー。こら、こら、喧嘩しない。アツシも暇だ、退屈だってぼやいてただろ。ちょうどよかったじゃないか。何言っても無駄みたいだな。おい、あんまり来るなよ、お前。嫌よ、毎日来ちゃおうかな。ああ、待ってるよ、望月さん。うわ、スモー君が睨んでる。でも、ここで引けないもん。頑張ろっと。お母さん、ただいま。お帰りなさい。もうすぐご飯だからね。お腹すいた。はいはい。シュートコースガラキー、松原打った。だが枠の外、思いっきり外してしまった。あちゃ。着替え完了。リス、行くわよ。了解、ご主人様。誰に予告状を送ろうかな。リス、元気くんのところへ予告状の配達よろしくね。了解、行ってきます。ご主人様。アプリコットです。え、なんか怒ってる？アホか、驚いてるんだ。なんだ、よかった。絶対誰かのいたずらだと思ったのに。本当にお前が出したのか、あの手紙。大体なんだよ、ハートをいただくって。言葉通りの意味よ。私はあなたのハートを奪いに来たの。頭大丈夫か、お前。失礼ね、至ってまともよ。昨日手紙をもらってからネットでいろいろと調べたんだ。怪盗アプリコットが出現したのはつい最近。仙台プラムドが出現しなくなったのは18年前。だけど具体的にどういうことをやっていたのか、ほとんど誰も知らないみてえだな。怪盗って言ってるくらいなんだから、お前らの専門は盗みだろ。まあ、そうね。そのはずなのに、怪盗プラムド、
怪盗アプリコットに被害に遭ったって話はほとんどない。まさか本当に男のハートを専門に盗んでるとか言わないよな。先代のプラムドについては私もよく知らないのよ。私に限って言えばそうなっちゃうのかな。なんか変な怪盗だよね。あははじゃねえ、十分変だろうが。だいたいなんで俺のところに来たのか、それが一番わからない。それは私が聞きたいわよ。もし本当の狙いが別にあるんだとしたら。あるんだとしたら。お前俺のことどこまで知ってるんだ。名前と年齢と学校くらいしか。ああ、ほんと調子狂うな。それが素なのか演技なのか。まあいいや、ちょうど退屈してたんだ。お前の気の済むまで付き合ってやるよ。ほんと？じゃあまた来るわね。ああ、忘れるところだった。私が今日来たこととこれからも来ることは誰にも言わないでね。ふん、まあいいけど。ありがとう。じゃあまたね。ネットばっかりやって夜更かしはダメよ。余計なお世話だ。おかえり、アンズ。あ、お兄ちゃん、ただいま。爆弾とかパチンコの弾は足りてるか。うん、大丈夫。そうか、足りなくなったら言えよ。おやすみ。おやすみ、お兄ちゃん。今日のお仕事はこれで終了っと。じゃ、おやすみなさい。話があるから降りてらっしゃい。はーい。何？お母さん。あなたの試験の進み具合なんだけど、あなたちゃんと真面目にやってるの？一応やってるつもりなんだけど。もっと気合い入れなさい。このままじゃダメよ。こんにちは。こんにちは。トレーニングですか？ここの公園は気持ちがいいからよく走ってるんだ。そうなんですか。私ここは通学路でよく通るんですけど、全然知りませんでした。普段は海辺を走ってるんだけどさ、最近暑いからこっちの方がまだマシかなと思って。こっちの方が木も多いし日陰が結構ありますもんね。元気くんとミラちゃんに一緒にいるのを見たくないだけだったりして。じゃあ俺もう行くね。あ、引き止めてすみません。あの憧れの松原選手と話ができるなんて本当はすっごく嬉しいはずなのに。
兄ちゃん、いる？どうした？何かあったのか？新作の爆弾とかあったら見せてもらおうかなと思ったんだけど。今な、パチンコの玉を作っていたところなんだ。え、どんなの？見せて見せて。蛍光塗料を入れた玉で、当たるとちょっとやそっとでは色が落ちないから、ターゲットを見失いたくない時に役立つぞ。それいいかも。今度使わせてね。あ、床がピンク色になってしまった。ああ、お母さんに怒られるかな。カーペットを裏返しておくか。根本的な解決になってないよ、お兄ちゃん。じゃあ私、また行ってくるね。ああ、気をつけて行ってこいよ。ここはいつも人がいっぱいね。あれ、綾瀬くんだ。奇遇だね、望月くん。こんなところで何やってるの？部活？よくぞ聞いてくれた。何をしているかというと。言うと？実は人間観察をしていたんだ。人間観察？例えば、あそこを歩いているスーツ姿の男性、どの店に入ると思う？え？そんなのわからないよ。それを推理するのが今日の僕の課題なんだ。じゃあ、あの人がどの店に入るのか、綾瀬くんの推理を聞かせてよ。僕の推理によると、彼が入るのは靴屋。なぜなら、彼の靴のかかとが擦り切れているからだ。ショップに入った。あれ？でも綾瀬くんって目がいいんだね。普通靴が擦り切れてるかどうかなんて見えないよ。目は両方とも 2.0 だからな。探偵への道は一日にしてならず。また会おう、望月くん。ただいま。おかえり、アンズ。これが当番組が独自に入手した怪盗アプリコットの映像です。うわ、二人ともご飯できたわよ。はい、着替えてくるからちょっと待って。さてと、今日は誰に予告状を送ろうかな。